はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英単語の第33弾をお送りします。今回この10個やっていきますので、この状態でテストしたい方はぜひね、動画止めてやってみてください。よし、じゃあ1番からいきましょう。で、まず最初、これで T ですね。 T で、 T はまあお茶です。まあ茶でもいいですけどね、まあ、お茶、これが T です。で、次が Angry です。 Angry で、 Angry はこれ形容詞なんですけど、ちょっと書いておこうか。あ、もう一個ね、付け足しで書くので、形容詞で、まあ、怒っているって意味になります。で、まあ、おまけで覚えてほしいことが2つあって、まず1つ、これの名詞形です。これは angry まで一緒なんですけど、後ろからで gr にすることで anger と言って、これ名詞で怒りです。怒り、これが anger。 まあぜひね、セットで覚えてほしいんですけど、で、もう一個がこの angry の使い方で、2つ、まあ、覚えてほしいんですけど、基本的に He is angry、 まあ、B 動詞を普通に使って一応書こうか。例えば、まあ、これ言っちゃうとオーソドックスです。普通に、まあ、形容詞なんでね、こうやって普通に使うことができるんですけど、 He is angry、 彼は怒っているです。まあ直訳するとね、そうなって、だからつまり彼は怒ってますっていう、ね、書き方になります。で、もう一個、怒るっていう書き方を覚えてほしくって、それが、get 使います、基本的に。ちょっと待って、消した。待って、get angry とやって、まあ、ここ、ちょっとね、主語が he なんで s つきますけど、he gets angry。これで彼は怒ると。怒りますと。まあ、そんな感じになります。いいかな。まあ、動詞を使うときは get angry をよく使うので、まあ、これも覚えておいてください。ちょっとこっちは消しちゃうね。よいしょ。で、次がプレイスです。プレイスで、プレイスはこれで場所です。プレイスで場所で、次アクセント、ここに来ます。で、ジェネレーションと言います。ジェネレーションで、これで、まあ、いくつかね、意味があるんですけど、まあ主に世代ですかね。これを覚えておくといいです。ジェネレーションです。で、これの動詞形ですね。ジェネ、ここまで同じか。で、こうなります。で、さっきと、あとね、あ、さっき RA の上に、アクセントがあったんですけど、こっちはね、最初に来ます、ここ。generate と言います。generate。で、これで、一応書くか。これね、生み出す。まあ、発生させるとかね。他もありますけど、まあ、ひとまず生み出すっていう動詞もありますので、まあ、もしよかったら、個人的にはジェネレーションの方がよく出てきますけど、まあ、ジェネレートもぜひね、覚えておいてください。で、次が sick です。sick。で、sick は暑いなんですけど、この暑いね、気温が暑いとかじゃなくて、分厚いとかの暑い、それが sick です。で、まあ、意味をね、分かってる人は後ほど、あ、あれかって思うと思うんですが、ちょっとそこまで待ってお待ちください。ちょっとね、あるものと連動してるんですけど。で、次が右側、6番ですね。あれで、matter と言います。matter。で、matter だけだと、まあ、主に使うのはことだけでもいいんですけど、まあ、事柄とか。で、あとはね、困ったことなんて書いてある辞書もあります。これ入ってるかな？大丈夫だね。で、matter だけでもちろんね、意味覚えてほしいんですが、まあ、matter って言ったらこの使い方だよねっていうのが一個あって、それが、まあ、省略で what's ね。で、クエスチョンマークで what's the matter。これね、もう決まり文句なんですけど、どうしたの？って聞くときに使うんです。What's the matter? どうしたの？っていう。で、まあ、会話文とかでね、そのまんま出てくることもありますし、まあ、並び替えとかで使うこともね、あるので、まあ、ぜひ覚えてください。よく使います。What's the matter? どうしたの？って意味ですね。で、次がウッドです。ウッド。で、ウッドは森とか林って意味はあるんです。あるんですけど、今回ちょっと書くのはこれで書かせてください。木材。で、正直、
木っていうキーワードで覚えていければ別に問題はないんですよ。長文とか訳すときに、あ、森とか林だよねって覚えなくても、木ってキーワードがあれば、その文脈、話の流れで、あ、これかって訳すことはできると思うんですけど、まあ、ひとまずキーワードで木って覚えてもらって、まあ、木材と覚えてもらえるとありがたいかなと。で、木っていくと、トゥリーってあるじゃないですか。まあ、クリスマストゥリーとかでトゥリーですね。これ木じゃないですか。で、トゥリーはですね、立ち木といって、まあ、立ってる木のことをトゥリーって言うんですよ。で、そこと区別するんだったら、まあ、ウッドは木材の方になるんですね。その家を建てる時とかの、まあ、木材ですよね。まあ、そこまでね、厳密に覚える必要はないんですが、まあ、ウッドが木材っていうのをね、覚えておいてください。で、次、スイムです。またね、ちょっと動詞が一つね、入ってます。これスイム、動詞なんですが、これで、ほにゃららに見えるという意味になります。で、最初の方、動詞ね、シリーズやってたんですが、そこと被ってないように一応チェックしてるんですけど、もし被ってたらごめんなさい。同じもん書いてたらね、申し訳ないんですけど。スイムがほにゃららに見える。で、まあ、スイムを使って、こうね、ライクと、こうコラボさせる。seem like ほにゃららってやると、この like は好きではなくって、like のもう一個、すごい大事な意味で、ほにゃららのようにっていう意味があるんですよ。like にはね。だからそれと組み合わせて、ほにゃららのように見えるというふうになります。seem like って書くとね、ほにゃららのように見えるです。で、9番、この seem ですね。これ、まあ、thi から始まるもんいっぱいありますけど、これとこれ、今回ちょっとセットで覚えてください。thick、これ厚い、薄い、厚いだよね。先言っちゃったよ。thin が、これ薄いです。ちょっとこれ平仮名で大丈夫か。薄い。まあ、thick と thin は逆ですね。対義語です。thin が薄いとなります。で、最後、このね、ちょっとアクセント、最初にここに行きます。で、heritage って言います。heritage。で、まあ、heritage だね。heritage。で、これが、遺産ですね。遺産。で、まあ、よく使われるのが、この前、ワールドがくっついて、ワールドヘリティーズっていうと、世界遺産みたいな。そういった風に使います。いいかな？よいしょ。では、今回はね、この10個をやらせていただきました。ちょっとね、階段もちょっと多いんで、待ってね、消すの。で、次回が34か。で、それまたね、10個、あと単語ね、取り上げて、やっていきますので、ごめん、もしよかったらそちらの方またご視聴ください。はい、ちょっとね、タイミングと喋りが合わなくて申し訳ない。よいしょ、はい、ほ、よし、これでいいかな。よし、じゃあ本当にね、ご視聴いただいて本当にありがとうございました。ではまた次回ももしよかったらよろしくお願いします。今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。